遥かの気ままにアルビト。あ、やっとねゴール。そうですね。うん。いやでもよくあの展開から2点入れてくれたなっていう。まあ、前半はなかなかね難しい試合だなという。そうですね。ちょっと珍しくね。うん。まあ 2-2 ということで、ね、まあやられてしまいましたね。元新潟のフォワードの。変わった勝ち選手ね。2発も決められるとは思ってなかったですね、まさかね。まあいい選手ですよ。決定力がある。2つとも、なんていうのかな、こう、フォワードとしてゴールの感覚ありますみたいなゴールで。でも新潟でもそういうゴール多いでしょ。変態ゴールがね。そうでしょ。で超ロングシュート決めたりとかね。そうですね、インパクトあるゴールが多いですね。確かに。いる期間は短かったけど、印象に残るゴールは確かに多かったです。いや、俺はもうその当時の新潟では、川田とホニはすごい印象に残ってました。2点目決められたね、もう4分後にね、シオン選手がね、覚醒しましたね。もうドリブルでね、強引に中央突破してってね、最後高木選手と。いやシオン選手がめちゃめちゃ良かったですね。めっちゃ良かったですね。うん、めちゃめちゃ良かった。やっぱちょっとね、向きになったぐらいがやっぱちょうどいいで、今日ね、こう、まあ、囲みなんですけど、基本ね、シオン選手の、ね、囲みを入ってね、練習、取材、ね。僕ね、ちょっと谷口選手の話を聞いてたんで、途中からになっちゃったんですけど、途中から話を聞けてね、僕ね、一つだけね、質問したんですよ、シオン選手。今年ね、この2試合もそうだし、今日の練習も実はそうだったんですけど、左足、当たり前のように使ってるじゃないですか、うん、クロスとかじゃ、はいはいはい、だからもう、なんか僕去年までだったら、なんか左足でも縦突破しても、必ず右足に持ち替えてからクロスっていうイメージがあったんですよ、うん、それ別に左足で上げてるシーンもあったりして、なんか当たり前のように使ってるから、なんかそこは何か、変わった部分があるんですかっていうことを聞いたら、それは両足使えた方が自分のプレーの幅が広がるから絶対いいってことを言ったんですね。あ、じゃあそれはなんかこうそういうふうに考えが変わったとか、そういうプレーを意識してるってことなんですかって聞いたらね、いや前からそうっすねって言われて、前からでした。いや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 、前からそうっすねって。前からじゃん。いや全然前から普通にそらそうっすみたいな感じだったから、あそうなんだな、俺間違ってました。これはもう次いよいよゴールね、決めてくれるんじゃないですか、足を選手はね。ね、そうだからこの試合もなんか自分で言っちゃえばいいのにっていうシーンも私は なんか何回かあった。あった、うん、ね、そう思った。そのままいけ、そのままいけっていうシーンも何回かあったから、今度こそは決めてほしいですね。自分でも、ね、自分でもね、行くっていうね。まあ、監督もね、11人全員抜いてほしいって、そうですね、極論全員抜いてほしいって言った。でもまあそういう期待はありますよ、うん、またね、前回 OMVP に選んだ伊藤亮太郎選手もね、途中から出てきて、やっぱガラッとね、流れをちょっと変えた一人かなっていうね、うん、感じはしましたよね。確かに確かに。あの2点目はね、伊藤亮太郎選手、堀米選手がカットしてね、それを拾った伊藤亮太郎選手が、優しいパスでね、シオン選手にパス出して、そうだね、シオン選手をもう止めて蹴るだけみたいな、ね、っていうね、パスになりましたもんね、あれはね。よかったですよね、あそこね、うん、あそこにいるっていうね、伊藤選手がね。あと伊藤亮太郎選手本人のね、枠内惜しいシュートもありました ね, ましたね。キーパーに弾かれてね、その後は矢村選手が、はいはいはい、ね、ちょっとポストに当てたっていうね、最後の方のやつですね。これ入ってれば逆転っていうね、あれね、あれね、いや腰回んなかったのかなと思ってよく見たらちゃんと回ってんだよね。だからあれは、ね、難しいね、難しいんだよね、やっぱり下がりながら振り向いてた、うん、難しいね。その前のシュートを止めた南選手も、うん、この日はちょっと噛み合ったわけじゃないけどね。こういうのもさ、谷口選手も惜しいのあったし、一平選手もあったし、最初ね、前半ね、決定機さ、そういう決定機が入んないと、決定機決めきれてないっていう見方もあるけど、でもやっぱこれキーパー噛みってる時はしょうがないね。試合に関してはそうでしたね、本当ね、うん、ちょっとアルビの選手は南を知らなすぎました。あんなクロス出てもそれ取られるんで、大ベテラン、うん、あれ野沢さんと同じ年なんじゃないかな、確かね、そうなんだ、そう、でも南の方がもうバンバンでしたね、うん、まあ、試合終わった後もね、これ監督ね、こんなこと言ってましたね。まあ自分たちの信念を持つという勇気を持てたが、手法を変えるという勇気を持てなかったね、うん、ちょっとまた名言というのか、うん、謙言というのか、うん、まあ、この自分たちの信念というのはね、もうこれボールをつなぐっていうか、自分たちが主導権を持って試合を進めるっていうことだと思うんですけど、
手法を変えるっていうね。これはじゃあちょっと具体的にどうすればよかったんだろうみたいなね。受けるってことですよね。まあ立ち上がりね、もう相手の3トップがね、こうブロック敷いて、なかなかこうセンターバックからビルドアップからね、縦に通させないぞみたいな。でなかなかやっぱこう出しどころがないっていうような状況を相手が作ってきて、でちょっと追い込まれるような形でね、前半早い段階で失点しちゃったっていうところで、手法を変えるってことは、まあなんていうかロングボールをもうちょっと有効に使うとか、そういったような意味なんでしょうかね。確かにあんだけハマってて、マンツーマンで来てる中では足元で行き過ぎましたよね、後ろ特にね、序盤一つね。でも俺蹴るだけじゃなくてね、前半にニュースの方ではね、痛かったけど使えなかったんだけど、ちょっとね巧妙というかね、こういうことだよねって思うシーンがあったんですよ。というのはね、相手こう3枚も来てるわけですよ、でもキーパーまで行ったりする、ケースもあって、もう全部ハマってきてるわけですよ。でそうするとね、中盤は結構スペースあったんですよ、でこれ来てるんだけど、これついてきてないこととかも結構あって、だから本当中盤は結構スペースがあって、そういう中でねシモン選手が引いたんですよ、でその時にこうだったかな、サイドバックがついてきたんですよ、これでシモン選手がねワンタッチでサクッとかわして入れ替わったんですよ、で高木選手に渡して広いスペース独走してシュートまで行ったんですよ、そういうことだなとは思ったんですよ。1枚目のファーストディフェンダーのさえ剥がせば、でそれで 1人が1人を剥がせばもういいんですよ、っていうことなんですよ。でこれサイドバックとか別に出てきてないんだったら、まあフリーじゃないですか、でその広大な中央のスペースを有効活用するっていうのは、なんか考え方としてはあったのかなとは、確かにね、ちょっと思ったんですよね。だからこれやっぱワンアンカーになったんで、やっぱりこうなった時にね、じゃあ誰がそのワンアンカーのサポートに入るかっていう約束事というか、その辺の整理も今後大事になってくるかもしれないですね。高木インサイドハーフが行くのか、ね、ワイドの選手が降りてくるのか、ね、はたまたトップにいる選手も降りてくるのかみたいなね。これ全員降りてきたらまあ前に進めなくなっちゃう、ね、そうですね、ゴール前に人数がいないっていう状況になっちゃう、まだ開幕2戦目だし、そうね。で僕ね、こうアウェーの引き分けって基本的にはいいと思ってて、アウェーで引き分けてホームで勝つと勝ち点4なんですよ、実はね今日ね、そのことをね一平選手に聞いた。アウェーの引き分けは、全く悲観するね、結果ではないと思うんですけどもって言って、これね実はね、これインタビュアーの悪いところで、なんて言ってほしかったかっていうと、それが意味のある引き分けだってするためにも、このホーム開幕絶対勝たなきゃいけないと思いますみたいな雰囲気にもなったらいいなと思ったんだけど、いやアウェーでも引き分けダメっす勝たなきゃダメっすっていう感じだったんで、選手も、まあ、監督もそうと思うんですけどね、まあ、なんせ勝ちたいんですよ。あ、それはそうですよ。もう、ね、もう勝ち以外はもう一切認めませんっていう、もうメンタリティになってます。だそれはいいことです、ね、素晴らしいです。でもチーム全体でそういう雰囲気ができてるのめっちゃいいですよね。いや、それはいいこと、一平選手はね、だからそういう監督のね哲学をもう表現できてるなって気もしますよね。できてる、途中から出たね、この松田栄太郎選手も、短い時間でしたけどね、結構良かったね、ね、インパクト残してましたよね。かっこいいですね。かっこいい、イケメン。なんかパススピードもすごく速かったし、なんか頼しいなっていうね。そうそう、なんかテキパキしててね。山田選手もね、いよいよ本職のトップでね、アルベルト監督時代はサイドハーフの出場機会が多かったですけどね、可能性を感じましたよね、すごく、やっぱ頼もしさもあったし、なんか決めてくれそうな感じはすごい。ただ前節の仙台戦で高見選手がねセンターバックで出たように、結構割とアルベルト監督は結構本職じゃないポジションでね、選手を起用したりすることも多かったですけど、割と松橋監督はもう本職で勝負させるみたいな方針なのかもしれないですね。他の試合もちょっとチェックしておくと、現在首位の横浜 FC 唯一2連勝ということでね、これはねどっちも強いっす。まあね、両方も、ね、1-0 なんだけど結構見応えある、いい試合だったと思いました。長崎もね、クリスティアーノ選手とかね、いや、そうそう、横浜がね、作詞ですね、監督、元札幌の監督ゴメスさんの恩師なんですけど、横田監督ね、そう、あのね、
やっぱ三者式をすごく取り入れてるんですけど、でも四田流もあるというかね、そのなんていうのかな、作詞な感じがするんだよな、うん、これだからちょっと松橋監督でやったら面白いかもしれないですね。いや面白いと思う、両方ね、うん、もう名称のもとでヘッドコーチとしてやってきた二人が、うん、はい、あそうね、なるほど、なるほど、このあとこの岡山のね、今季大型補強を狙った岡山のこのチアバーベスが ね、やばいすね、大暴れしてるっていうね。あ本当ですか、やっぱちょっと生態系もすでに崩れてますね、もう開幕から2戦連続でね、もう3ゴール目と。いや俺、うん、岡山あると思うな、岡山だからまあプレーオフ圏内までは残る可能性はあるかもしれないですよね、うん、対策をうまくかいくぐって成熟していったら相当怖いチームになる、うん、でも個人的にちょっと注目なのはこのベルディね、ちょっと今年一味違うなっていう、うん、これまでずっとこう粘り強くやってきたポゼッションサッカーがようやくこう花開いたみたいな、とにかくこうゴール前でポンポンパスがつながって点を結びついてるみたいなね、感じがあるんで、このベルディもおそらくもうプレーオフはもう少なくともプレーオフで残るんじゃないかなっていう気はしてますけどね。あとこの千葉もね、このサウダーの選手もね、やっぱなかなかの個人技を見せて、あの勝ち越しだ。フィルミーノに似てる。ボックス内でね、3、4人かわしてゴールを決める、ね。そうそう、なんかね、すごい。ちょっと今年はこれ得点を争いするんじゃないかっていうのはね。ブラジル人っぽい選手ですよね。なんか岡山とかベルディも強いんだってことになると、ねえ、なんか全部強いじゃん。いや、しかもさ、俺試合見てないけど、なんか山口良さそうじゃないですか、次の相手。ねえ、山口ね。まあね、俺も見ました。うん、はい、あ、見た見た。どうだった、うん、まあ、割とこう、一方的な展開でもはなかった。そうですね、前半ね、あの新潟と同じように、秋田相手にね、前半はちょっと苦しんだんですけどね。後半はね、ベテラン山瀬選手はね。うん、40歳。40歳。J23 年連続ゴールというのを決めてね、今日ちょっとあれがあるけど、山瀬選手は、うん、あの北海道の北海高校出身、そうですよね、で最初コンサドーレ入って、ね、うん、当時ルーキー高卒ルーキーで入って、うん、その時のキャプテンがあの次期チェアマンだった。ああ、なるほどね。ゴメスさんはね、子供の頃に山瀬選手と写真を撮ってもらったみたいな写真持ってるはず。俺ね、それ番組で借りて使ったことあるんだよ、確か。サッカー界に名を残してる人ですよね。あとベテランの一方でね、この沼田選手、左サイドのね、左ウィングのこの沼田選手っていうね、この大卒ルーキー、関西大学から来た選手でね、もう早速前節1点決めて、ね、で開幕からもスタメン掴んで、まあ、結構若手とそのベテラン新加入選手っていうのがね、うまく融合してこのスタイルっていうのが発揮できてるのかなってね、気がしますけど。去年ホームでやった時は相当結構苦しめられた印象がありますよね。なんとか勝ったけど、結構ハイプレスに苦しんで、なんとか点取ったっていうような試合でしたね、確かね。結構支配率も割と低かったんじゃないかな、去年。そうですね、そうですね。だからこの試合のこの立ち上がりのね、この山口の出方、うん、ここは一つポイントになってくるかなと。それにどう新潟も合わせていくか、合わせていくか、いくかというかね、対応していくか。またこれ手法を変える必要が出てくるのか、うん、まあ、あるいはもう堂々と正面から当たっていけばいいのかみたいなね。もうあとはもうこれもう勝つだけですからね。そうでしたね。いや、ホーム開幕戦だもん。アウェー2つ引き分けたじゃないですか。で、選手たち勝たなきゃダメだったって言って、それはいいですよ、うん、だけど引き分けなんですよ、勝ってないんですよ。で、これホーム絶対勝たなきゃダメです、うん、これ昇格するチームはこれ絶対勝ちますよ、うん、これ引き分け以下だったらホーム開幕戦引き分け以下だったら昇格できないですよ、ぐらいのね、うん、でもこれ本当に勝たなきゃダメです、うん、アウェー2つ引き分けてで勝てばこの3試合 OK だよねトータルでねっていうだけの話だから、もう順調だよねっていうだけの話だから、でこの1試合は本当に大事だと思います。そのためにこの先制ゴールね、うん、そうですね、取れるかどうか、早い時間帯に取ってほしいですね、うん、あと3月は割とホームが多いですから。そうですね、このあとまたアウェー挟んで次またホーム連戦がある、うん、ホーム2つやれる、これだからで連勝を重ねる上ではね、今月これいい、ね、うん、組み合わせなんで、そうですね、これはここ勝ってね、4連勝、うん、まず連勝欲しいですね、今月中にね。そうですね。あとちょっと去年ね、ちょっといわくつきのファウルがあったこの高木兄弟対決もね、今年4回ね、
兄さんも千葉に行ったんで。そうですね。4回兄弟対決ですかね。そのうちの一つと。うん、あと前節は4人ぐらいメンバーいじってきたのかな。ああそうなんかね。なので ねトーマス・デン選手がまだ出てないですか、ね。見たいですね。めっちゃ見たい。今日ね練習出てくるときはねトーマス・デン選手が先頭歩いてきて報道陣に向かっておはようって練習に入っていくっていう、うん、非常にあの明るいキャラクターの。じゃあコンディションはいいんですね。うん、いいんじゃないですか ね勝利あるのと。もうどんなもう内容よりも結果ですよ。いやこれは結果ですよ、うん、本当に1-0でもね結果、うん、何でもいいから勝たなきゃ。そうオウンゴールでもいいんだよ、うん、何でもいいオウンゴールそのままゴールとボールと一緒に突っ込んで OMVP 行ってみますか。はい、行きますか。これはだからみんなの MVP は、まあ、シオン選手でしょうね。シオン選手間違いなく、うん、じゃあ俺はこの人にする。誰ですか。ゴメス選手。ゴメス選手ね。いやゴメス選手あのここら辺でダイレクトでスルーパス出したのありましたね。覚えてます後半なんかねあれもすごくないですか、まあ、めっちゃいいプレー。この試合一番パス多かったですからねゴメス選手は、うん。あ、そうなんだ。そう今回それはあんまデータが出てないですね。今回はゴメス選手が一番多かったですね、うん。いや、ゴメス選手今シーズンこの2試合すごい攻撃的なところですごい効いてません。うん、すごい。そうですね。なんか前の選手やっぱり目立つけど、なんかすごいいいと思うんだよな。うん、俺もゴメス選手です。ああ、いいですね。はい。僕はもう前回もなりましたけどね。やっぱこの伊藤亮太郎選手ね。うん。やっぱ入ってくると違うなっていう感じがこの試合特にしましたよね。良かったです、うん。まあ悩むところですが、はい、はい、今回の OMVP は一平選手かな。初受賞ですね。あもちろんね。もちろん、ね、もちろんね。だから新加入選手が、そうですね、あまあそうですね。ね、はい、2人ずつ。あ2人ずつ。はい。あのまあゴールを決めてくれたっていうのはもちろんなんですけど、決めた後のあの表情がすごく良かったんですよ。おあんまり覚えてないよ。嘘あのねすごい喜ぶわけでもなく、うん、めっちゃキレッとした表情でもう一点いくぞっていう顔をしてたんですよ。それがねなんかこっちもあこれもしかしたらこの2点ひっくり返せる逆転できるかもしれないってい こう期待感を持たせてくれて、それがすごくね頼もしくて、多分わかんないその表情だけだと一番あの勝ちにいってた気がする。勝ちにいってる選手、はい、なるほどね。ということで OMVP と、はい、OMVP、はい、キックの精度も高いけど、うん、初ゴールは頭でしたね。そうでしたね、うん、頭でもいけるっていうね。あれドフリーですよね。てかなんかあの、まあ、結構みんなこうシオン選手が、うん、あのボールを持った瞬間にみんなボールウォッチャーになったんですよ、うん、まあそうですね。その時にスッて前に出てきたんですよね。ね、ディフェンスとディフェンスの間でうまいとこでっていうね、だからすごい上げた方とバッチリですみたいな感じの感じだった。その辺のこと言ってましたよね、シオン選手もね、こう信頼してみたいなね、まあ、次はでも谷口選手に決めてほしいな。そうですね、決めてほしいですね、うん、今季はどんなゴールパフォーマンスをするのかっていうところでもね、ねえ注目ですけどね。ムーンウォーク、ムーンウォークね、ムーンウォークを引き続きやるのかね。それをさらに上回る何かがあるのか。今週もご覧いただきありがとうございました。気に入っていただいた方、高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。